皆さん、お集まりいただきありがとうございます。せーの、スーパーガールズです。自己紹介させていただきます。はい、鎌田彩香です。よろしくお願いします。はい、柏優奈です。よろしくお願いします。はい、川村佳穂です。よろしくお願いします。はい、桜井陽太です。よろしくお願いします。はい、羽渕可憐です。よろしくお願いします。本日はスーパーガールズロッキーメンバーから大切なお知らせがあります。皆様、お集まりいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。まずはこの動画をご覧ください。ねえみんな、私たちロッキーデビューして8ヶ月経つけど、全然先輩たちみたいにアイドルになれてなくない？確かに、私もそう思ってた。もっと立派なアイドルになって、もっとたくさんのお客さんを楽しませられるようになりたい。何か良い方法ないかな。じゃあ、やったらいいんじゃない？やろうよ。でも私たちだけでやるって言っても、まだそんな実力。そうないの。だからこそ私たちが成長しないと。成長？よし、やろう。あのロッキーみたいに夢つかもう。アイドルドリームを。でも成長ってどうやって？ということで、今 VTR が流れましたか。私たちロッキーメンバー新曲を始めるとこと。私たちロッキー新企画を始めることになりました。題してスパガロッキーロッキーになる129日全力企画、アイドルロッキーへの道超絶チャレンジ129です。この企画は私たちが加入当初から目標にしていたスーパーガールズとしてもう一度日本武道館に立ちたいというです。たくさんのファンの皆様に愛される超絶最強アイドルになるべく、本日からデビュー日の1月29日までの129日間で129にちなんだ様々なチャレンジを行います。はい、では、羽渕、この企画のタイトルが決定した経緯をお願いします。はい、私たちは加入して約半年を迎えますが、活動していく中で早く先輩方に追いつきたいという思いが強くなっていき、ロッキーで何かグループに貢献できることはないかと考え、たくさん話し合いを重ねてきました。はい、そうですね。聞こえてたかな。ここ聞こえてないかな。でも、自分たちで結構加入当初からなんか合間時間になってこうなりたいねみたいなビジョンが結構ロッキーは強くて、なんかそこに向かって頑張りたいねって、こう先輩に追いつけるように頑張りたいねみたいなところもあったので、こうしてこう自分たち発信でスタッフさんとかマネージャーさんとかにお話を持ってって、なんか初めの企画ってやっぱなんか初めてだから、もうこのね、配信する前もみんなドキドキじゃん。みんなどんな反応してくれるのかなってすごい心配なんですけど、ここからみんなでロッキーみんなで力を合わせて、あと皆さん、ゲストのね、皆さんの力も結構必要になってくるんじゃないかなと思ってるので、皆さんと力を合わせて頑張っていきたいなって思います。頑張ります。はい、その中で映画ロッキーの主人公のようにたくさんチャレンジや努力を重ねてアイドル界のチャンピオンになるべく、みんなで一生懸命頑張っていこうという話になり、今回このような企画をスタートさせることになりました。ちなみにこのタイトルは映画ロッキーと私たちロッキーをかけています。イエーイ。ましたか。ではここから早速ですね、その129の企画の説明に入りたいと思います。よっ、マッチアシスタントよろしくお願いします。頑張ります。ワクワク。何ワクワクって。はい、じゃあまず一つ目はですね、129本動画投稿。この企画はタイトルの通り YouTube に統計129本の動画をアップするという企画になります。
129日間毎日129本ね投稿していきたいと思います。編集、企画、そして構成もロッキーメンバーが毎日担当していきたいと思います。そして2つ目は129人のアイドルさんたちと撮影。イエーイ。こちらですね、さまざまなアイドルさんと交流を深めるべくイベントなどでお会いしたアイドルさんと写真を撮っていただくという企画です。この企画はアイドルを卒業された元アイドルの方々も対象となります。結構ね、みんな貯めてるよね。貯めてる、出したくてうずうずみたいな感じです。そして3つ目は12900枚の名刺配り。私たちの名前と顔を覚えてもらうためにイベント会場や人が多く集まる場所で合計12900枚の名刺をお配りします。はい、はい、だから見かけたらね、皆さんちゃんとこうもらってください。お願いします。そして、あ、これね、しかも12900枚もあるってことは1枚目とかね、10枚目とか、そう、最後の一生だからね。確かに確かに、そう。そして4つ目は 12.9 時間以内に山手線一周をメンバー5名で達成。そしてこの山手線ゲーム、山手線ゲームじゃないか、山手線一周は本当にこれ結構ね、なんか力入れてるんですけど、めっちゃ楽しみにしてて、楽しみ、もう本当にニジストさん必要、うん、なのでちょっとね、皆さん楽しみに待っててください。そして5つ目は見つけてファンのみんなと、あ、もう5つ目、見つけてファンのみんなと129分かくれんぼ。めっちゃ楽しみ、ね、やばい。こちらの企画はニジストさんと一緒に頑張る企画にある予定です。なんか結構ね、企画的にはこうニジストさんと何かするみたいな、こう皆さんと一緒に助け合って達成していくみたいなものが多くなってくるので、やりたい、早くやりたい、うん、そう、先に29分でずっとずっとしないといけないからね。そうそうそう。で、そして、最後ですね、6つ目、個人の SNS のフォロワーを12900フォロワー増やします。はい、決まります。はい、こちらはメンバー個人の公式 X、Instagram、TikTok のフォロワー数を129日間で合計12900人増やすという企画になっております。ということで、今現在っていうか、こう今からもスタートしてるので、昨日9月22日時点でのフォロワー数を皆さん、申請、なんていうの、発表していきたいと思います。カレンから。はい、私はこんな感じです。頑張ります。はい、はい、私は X が4411人、インスタが12395人、TikTok が6154人です。頑張ります。はい、じゃあ、はい、続いて X が3115人、インスタグラムが3434人、TikTok が6671人なので、頑張りたいと思います。はい、私は X が2534人、インスタが2344人、TikTok が883人ということで、めちゃめちゃ頑張りたいと思います。はい、はい、こちらは X が2821、インスタグラムが1450、TikTok が1360です。頑張ります。はい、みんな一緒に頑張ろうね。頑張ります。で、そしてちなみにですね、 YouTube の、 スーパーガールズのこのスパガチャンネルの登録者数の増加人数は5分割して、それぞれのフォロワー数として加算していきたいなと思っておりますので、はい、皆さんチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、何か楽しみな企画ありますか？特に楽しみみたいな。この山手線とかかくれんぼとか、ニジストさんと一緒にやる企画がめっちゃ楽しみで、うん、どうなるか分かんないじゃん。うんうん、本当に楽しみすぎる。なんかいつもと違う交流の仕方ができるかもね。だいぶ今から楽しみだ。楽しみ。なんか一緒に遊ぶみたいな感じじゃない？近い。だってかくれんぼとかさ、もうなんかいつまでしてた？まず。幼稚園。あ、ちょっと待って。小6ぐらいまでしてた。めっちゃそれぐらいしてたね。中1してた、かくれんぼ。すごい。
なんかもうしないじゃん最近は。そうだね。もうめっちゃ楽しみ、かくれんぼするの自体がまずね。そう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 。カレンはどう？カレンはね、全部楽しみなんですけど、12,900枚の名刺配りがとっても楽しみです。なんかカレンめっちゃ人見知りだから、うんうん、いろんな人にこう自分から渡すっていうのがなんかあんま慣れてないので、うんうん、そこをね。なんていうの、人見知りを改善できるように人見知りをね、確かに、確かに、確かに。コメントで、山手線に関しては電車乗れば行けるよって言うんですけど、私たちは歩きます。歩きます、歩きます、歩きますよみんなでね、つないで、うん、でもフォロワー数もなんだって結構みんな頑張れって応援してくれて、みんなのフォローしに行くとか言ってくださる。ございます。周りの方とかにもフォローをお願いします。そう、12,900人だからね、ここから、はい、19日間で、ふわお、そう、で、なって129って何のかってみんな分かりますか？確か違う、なんでか分かります？全国から来てるかもね。確かに、コメント来るかな、うん、なんかコメントでこれじゃないみたいなのあったらぜひ送ってください。そう、歩くんですよ。歩きますよ。そう、歩く。山手線を12.9 時間以内に一周で歩く。結構楽しみ。5人でだから、5人でだし、ニジストさんいるし、本当に誰もね、ニジストさんも来てくれなくて、とぼとぼ一人で歩いたらめちゃめちゃ寂しいもん、絶対絶対寂しいだよ、うん、寂しすぎる、くじける。メンバーと名刺交換したいなんて。あ、メンバー、ぜひ番組でもらってください。ぜひどうしよう。129わかりまてんの、わかりまてんか、ロードの日じゃないですよ。違う違う違う、リサに買ってきてますよ。ああ、そうなんです。私が、私たちはですね、1月の29日に、スーパーガールズ6期生としてデビューさせていただきましたので、その1月29、129にかけたいろんなチャレンジをしていこうという企画になっております。このチャレンジはファンの人と皆さんの協力がとても必要なので、最強のアイドルになるために私たちも全力で頑張るので、皆さんぜひついていた、ついてきていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次のコーナー行きたいと思います。次、続いてはですね、129にちなんだゲーム企画に入りたいと思います。題して、5人でぴったり129。はい、このゲームは出題者がメンバーに質問を考え、その回答の5人の合計値がぴったり129になるようなお題を考えるゲームです。例えば、5人のお母さんの年齢の合計は、などなど、合計が129に近い人が勝利となります。それでは、紙にお題を記入してください。どうしようかな。全部それぞれのお題を足して129に近かった人が勝ち。うん、はい、そう。なんだろうな、はい、難しいね、難しい、難しいよね。129ってなんかめちゃめちゃ大きいわけでもないじゃん。そうだよね、微妙だよね、めちゃめちゃ。だいたい125ぐらい、29は5？ そうそうそう、あー、そのぐらい。出ましたー。で、待って、私なんだけど、ね、ねえ、やだ、3人だ。違う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 、そうでした。タイミングで聞き始めてたって、すごい、そんなことある。いやー、待って、そうなんだ、すごくない、めちゃくちゃすごい、めちゃくちゃすごい。どうしようかな。129日 T シャツ作ってって来てるんですけど、こちらがね、もうね、ロッキーの T シャツになってるんです。撮ってみる、いいよ。はい、こんな感じで、で、後ろもね、ここめちゃめちゃ大事だから、みんなもうこの T シャツ着て歩いてる私たちを見つけたもん。ここのね、写真は撮らなくても、なんかここ読み込んだらもう全て分かるようになってるので、で、ここもうね、楽しいからスパガですよみたいな分かりになってて、この前面、めちゃめちゃ可愛いです。前面の方にスパガロッキーロッキーになるで、お名前、グループ名全部入ってるので、もうね、これを
この前面とその後ろ面差でいただければどんな人なのか何をやってるのか全て分かると思います。メンバーからもね分かると思うので、みんな大人になってないか心配で。この T シャツ見かけたらぜひもう無断でも無断じゃダメか、まあ、あの撮っていいですかとか言ってもらったらと思います。お声かけください。マジでごめんね。T シャツ欲しいの買ってくれるの。あったらいけたかな。はい、いけた。はい、それでは一斉にお題を発表してください。はい、せーの。じゃあパブちゃんから発表してく。1日で SNS 何回開く。おー、何回楽しんだことなさすぎるな。私は1日の自撮り枚数です。うわー、なんかめっちゃ撮りそう。ロッキー、確かに。じゃあ私はみんなの誕生日の合計数字、なんか一桁ずつ足す。あ、できないわ。そう、めちゃくちゃ計算系。なるほどね。うん、そうする、はい。そして私は学校のテストの最低点です。うん。覚えてない。お、誰だろう。学校のテストだからね。はい。はい。私は友達の数です。いやいや、数えたことない。覚えてる人はやばいな。だって1とかだったらどうしよう。あ、じゃあ親友と呼べる友達の数。あ、親友の数ね。親友。なるほど。合計したら129になると予想してるんですね。あ、そっか。何、待って、企画は違ってないよ。友達、友達、友達、ちことがある友達の。え、かすったことがある友達。あ、やばっすか。ですかね。で、誰から行く。かまちゃんから行きましょうか。OK。から。はい。みんなの誕生日の合計の数を、あれ、例えば10月だったら1たす0ね。10月29対1たす0たす2たす9。なるほど、なるほど。頑張って、みんな数学。え、待って待って。はい、それでは、めちゃめちゃ簡単だ。計算していきましょう。え、すごい。自分の誕生日。自分の誕生日。自分の誕生日。うん。あ、誰の誕生日だよ。そんな、誰の誕生日。計算し。いいよ、いいよ。これ、アイコも入るよね。はい。めっちゃいいね、これすごい。誕生日もちょっと記載しといて、どっかに。オッケー。はい。うわ、生年月日にすればよかった。なんか足の靴のサイズとかめっちゃすごくない。うわ、確かに。てんたん、すごい。そうだ。あやちだけで129人いけそうなんで、友達に行く。なんかどうすか、どこまでが友達って感じに上がるけど。学校の子みんな友達だよみたいな。だからさ、余裕でちょっと怖いじゃない。おはようとかも友達だったら、もう全然もう余裕余裕だから。みんなさあ、それでは、せーのでいきます。はい、せーの、じゃーん。カレンから言ってみようか。私は30です。2月28なので30。はいはい。え、そういうこと。え、どういうこと。間違った。間違えてました。今日2たす2たす8。あ、そっか。12です。あ、そういうことか。はい、私は6月17日なので14です。はい、私は4月29日なので15です。私は7月6日なので13です。私は1月20なので9です。あー、うん、もうこれはね、行くのかな、行っちゃうのかな。行きそう気がする。で、一番大きくて15。あー、こちらちゃん一桁なんだ、ね、それ9。9だった。9だったか。12になってしまい、見ないで。みんな10があればまだなんて。え、確かに。あ、そっか、ルール変更しようかな。何とかだったら何とかだったかもしれない。か、4たす29とかね。思ったら33だし。あ、いけたかもしれない。出ました。出たっぽいです。お、はい。はい。合計は63でーす。よーし。あ、半分ぐらい。半分いったんだ。半分ぐらいですよね。はい。では続いて、かしわちゃんいきましょう。かしわちゃんのお題は、はい、そんなことのある友達の数を書いてください。はい、マジで遊んだことは友達の数とか数ったことないんだけど。やばいの、ちょっとじゃない。
え、それ生まれてから？生まれてから。海からすよ、だから。生まれてから何と遊んできたんでしょうか。でもなんかさ、一桁があった方が助かるよね。20とかよりも。どういうこと ?1 とか。あの、21とかの方が助かるよね。あ、そのえ、もうそう。わかんないよね。だって生まれてからでしょ、うん、このあくちゃんの時とかさ、あくちゃんの集会みたいなのあるじゃん。え、そうよ。こうやってさ、連れてさ。なんか、じゃないか。じゃないのか。ちんちゅうか。顔見した。ちんちゅう。あ、そっかそっか。あ、ちだけかそれ。なるほどね。じゃあ。遊ぶ友達ね。え、つい最近の感じ？なんていうの？え？まあ、とりあえず。こう。ちょっと不審に。大変だからこれ。あ、なるほど。甘く多分ぐらいっていう感じ、うん、ちょっと桜で帰った本当にそう覚えられない赤ちゃんの集会どうだってあの顔見せの会って、うん、その中で2000人くらいどうだっちゅう本当にめちゃめちゃ適当に書くガチで数えたらどのぐらいになるの？どこいないんだろうか、どこいないか。ちょっとわかんないな。いけるっしょ。全然いるかも。もうだ、そんなことあるでしょ？うん。え、小学校の時とかめちゃめちゃ遊ばない？いろんなこと。あ、遊ばない。遊ばないか。人によるか。うん、でもなんか、ほんと学校行って誰か行って、そのままみんなでバーンって。うん、なんか。それ嫌だよね。彼も家に帰ってからゲーム。インド派だったんだ。ゲームするのも友達ん家行ってた。で、ゲームみたいな感じ、うん、なんか20人学校終わった後になんか体育とかあった時、うん、もう終わった後に20人ぐらいで公園行ったりとかして、そうか。じゃあ発表していきますな、はい、いきます。せーの、20、32、66、30、16めっちゃくちゃ遊んでるもん。やつさん毎週水曜日とかで出すんだ、小学校の時とか。小学校の時とか。で、中学だって、中学も遊ぶじゃん。で、こうやって芸能やってることも遊ぶじゃん。で、3回遊べたりするじゃん。もう絶対66いると思うんだよね。だってもうさ、大学とかにも行ったらまた広があるじゃん。そうそうそう。そうだね。そう。きっといるわ、66。ちょっといるって。で、で、あ、で、それが。ちゃんとしたというか、なんかちゃんと信頼関係を築いたお友達じゃないと遊べないじゃん。あ、なるほどね。あ、それでは合計が出ましたのでいきますよ。合計は164です。あ、すごい。おー、100人以上伸ばしたね。ちょっとパンでしたね。次カホかな。はい、カホ行こうか。はい、私の場合は1日の自撮り枚数でーす。あの、なんか、あ、ちょっと、なんだ、一回撮ってみよう、イェイみたいな。でもいいってことでしょ。自撮りすれば。え、下のも含めるよね、普通に。一回数、ちょっと数えさせてよ。え、あれ、そうだよ。1日。消去したし。どのぐらいだろうね。でも撮影の日だとさ、結構出とってない、みんな。うん、昨日の数でいいじゃん。ああ、いいよいいよ。昨日、オッケー。昨日の数、昨日だったらめっちゃ撮った。え、ほんと？うん。朗読劇だったの。あ、またますよ、この後もあるんで、ぜひ。じゃ今日のでもいいよ。うん。自分ってさ、めちゃめちゃするよね。うん、する人はするよね。一気に、だって一気に撮っちゃう。うん。どれかいいのあるでしょ、みたいな。わかる。テコタコ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 。いきますか。いきます。いきます。せーの。じゃん。8、12、66、73や。すごい。70あるんだ。え、めっちゃ撮る。本当に。でも漏れない時とかマジで100枚とか撮る。うわ。気づいたらパシャ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 。で、もう消去って感じ。だから大体全部なくなるけど、そう、なかった時ね、困るもん。もう合計出たよ。はい、合計は186です。取りすぎー。ちょっと1個少しやな。桜井の
なんか写真のフォルダがちょっと見えちゃった時があって、うん、もうめちゃめちゃ自分のこういうとかこういうとかこういうのとかめっちゃ本当に容量やばくてこの前3000枚ぐらいで、やばい、すごいよね。姉ちゃんとその写真が顔だらけなんだよね。すごいです。さあ続いては、はい、私の学校のテストの最低点です。え、発表することになるんです。プロ歴史。え、それはどの時、どの時代。中学が一番いい。中学ね。被害地大丈夫、覚えてる。いや、でもまあ大体でいいんだな。うんうんうん、うん、オッケー。え、あったかな、このテスト。めっちゃお母さんに怒られた。どんな感じで、それを考えるみたいな。いい加減にしえ、それってさ、あれも入れていい、なんかあのむずいやつ。小テストとか。いや、小テストじゃなくてさ、あれ。あの、期末、普通の期末とか。あ、そういう系ね。オッケー。100点満点中の方がいい。どうしようかな。なんだ、多分もう、この鮮明に覚えてるもん。まあ、私は忘れたかったから、下覚えてたのに、この感じ。どうテスト嫌なことに覚えたくないの。いきますか、はい、せーの。じゃーん。47、30、32、46。え、いいんじゃない、これ結構いい線いってない。確かに、確かに逆で3点でーす。やばい、何正解した逆に。星大の記号を答えよみたいな。あー、あと SRUFBCD となんだ、すごい、見たよ。合計は158。そう、近いね。すごい。ラスト、ラストだ。うん。あ、はい。一日で SNS 何回開く？すべて全部。もう、すべての SNS。うん、全員 SNS の。いやー。え、YouTube って SNS？ あ、じゃあ YouTube はなしにする。Twitter？ とかは開けてる人だよね。本って多分開いてるでしょ？うん。最近少なくなったかもしれない。めちゃめちゃ多いな、やっぱ、うん、も多い、うん、大体、うん、大体いけました。はい、いけました。せーの、じゃーん、30、11、50、7、12。え、7？だいたい1日に2回ずつとかしか拾ってない。なんかゲームやってる印象のが強いかも。あ、確かに。 SNS じゃないかもね。うん、スマホは見てるけど。あ、そっち系か。お、計は110。優勝です。イエーイ、おめでとうございます。すごいな、本当にね。いや、それはSNS なんだ。ね、これ、何？罰ゲームが、あの、あります。あ、じゃあ罰ゲームがちょっとあるみたいなので、最下位は誰なんだろうな。最下位は誰だろうな。ちょっとじゃない。あ、違うよ、違うよ。え、なんで？あ、え？誰だ。もう言うのよかな、ちょっと。もう言っちゃったからね。なんか最下位は後日、あの、私たちがね、これから上げていく129本動画のうちの1本で罰ゲーム動画を撮るみたいなので、まあね、皆さん楽しみに来てくださいね。まあ楽しみだね、うちの楽しみ。待って、やだ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 。まあ、はい、頑張ります。それでは、じゃあ1位になったハブちゃん、どうでしたか？すごく1位になれてとっても嬉しいのと、もう始まる前めちゃめちゃ緊張してて、もう本当に対バンの舞台裏にいるぐらい。そんなに？そんなに緊張してて。確かに。うん、だよね。うん、してた。だけどこうやってみんなと一緒に楽しい時間を過ごせて、いろいろ発表もできて楽しかったです。ありがとうございました。はい、それでは以上、目指せ5人でぴったり129のコーナーでした。はい、ではね、そろそろ配信の終了の時間が近づいてきたということで、最後に一言ずつ意気込みを言っていきましょう。じゃあ、ハブチから。はい。はい。OK です。で、私はこの企画を通して、たくさんの方に、世界中のみんなに私たちの存在を知ってもらえるように、めちゃめちゃ頑張るので、皆さんついてきて応援よろしくお願いします。お願いします。はい、これから129日間、6期5人で全力で頑張りたいと思います。そしてそのためには、
ファンの皆さん の協力も必要なので、ぜひ SNS で拡散したりとか、応援コメントもよろしくお願いいたします。はい、ここまでのスーパーガールズは本当に先輩さんたちがつないできてくれたものなので、ここからもっともっとつないでいけるように、私たち6期で協力して、ニジストさん、たくさん協力して、大変なこともあると思うんですけれども、ここをみんなで一緒に乗り越えていけたらなって思います。それから頑張っていきましょう。はい、私たちはまだ先輩に追いつけていないと思うので、本当に私たちが129日間全力で走り切って、皆さんとも協力してもっと仲を深めて、スパガをもっともっと、そしてロッキーをもっと最高のアイドルにできたらいいなと思います。皆さんついてきてください。よろしくお願いします。イエイイエイ。はい、こうやってロッキーみんなで出した企画が、こうやってなんだろう、実際に皆さんの前で発表できるのがすごく嬉しいし、ドキドキワクワクしてるので、129日間皆さんの力を貸してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、突然の発表となりましたが、あーこれ言ったね、企画の詳細や動画の更新情報は公式 SNS にて随時発表しますので、ぜひチェックお願いします。SNS 投稿にこの企画に関する内容を投稿する際は、ハッシュタグ超絶チャレンジ129というハッシュタグをつけて投稿してください。たくさんの投稿お待ちしております。お待ちしております。またこのチャレンジの様子をウェブメディアのお仕事さんに随時、ね、掲載していただくことになりました。ありがとうございます。ツイートもしていただいてました。はい、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。お願いします。じゃあそれではバイバイしたいと思います。はい、それでは以上、せーの、スーパーガールズでした。